はいい始まりままりししした給与明細チチャャンンネネルルでですす毎日投稿してるのでチャンネル登録高評価お願いします今回は大阪府のケアマネージャーの正社員13年目49歳の方の給与明細です、えー、仕事内容は高齢者が介護保険を利用して生活が成り立つように調整する必要な資格やスキルが、えー、介護支援専門員の資格で、えー、勤務時間が8時半から17時半残業はほとんどないあっても月2時間以内 収入が月収28万、年収が381万、ボーナスは基本給の2ヶ月分。ケアマネージャーになりたい方のアドバイスとしては、コミュニケーションを積極的に取り、知識が豊富な人でないと続かない。で給与明細です。基本給が22万で、能力給3万、資格手当1万5000、通勤手当が1万7980円ついて、総支給が28万2980円。 そこから工場が引かれて手取りが、えー、22万2181円となっています、えー、今回はケアマネージャーの方の給与明細でした、えー、まあ月収でいくと28万あって、えー、かなり、えー、いい方かなっていうふうに思いますでここ見ると有給も2日使えてますし、まあ、かなりホワイトな環境で働かれてると思いますで、えーまあ、手取りも22万と、まあ、多分年収が低い 分控除される額も低くて手取りもまあそこそこな感じなので、えー、結構いいんじゃないかなっていう風に思いました。今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします。